上空曇り空の中、まもなくゲームがスタートします。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に難しいです。さあイーグルス、追加点のチャンスを迎えています。この辺りで差を広げておけば余裕を持った試合運びができますからね。なるほど。初球打った、伸びる、どうだ、レフト見送った、ロメロスリーランホームラン、素晴らしい一振りでした。初球でした。しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。楽天イーグルス5対0。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなって、今日は見事な完封で白星を挙げました。楽天イーグルスが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、投打がしっかり組み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、打つ方も投げる方も、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになりましたね。勝ったイーグルス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のオリックスバファローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日は最後までご観戦誠にありがとうございました。どうぞお帰りの際はお忘れ物のないよう、またお足元にお気をつけてお帰りください。またゴミの分別にもご協力ください。ご観戦誠にありがとうございました。